半前は先生です。今日は土曜日ですね。見やすくね、全体が見えるというのは一目均衡表が一番わかりやすいんですよね。全体像がね、こう一目わかるんですね。一目均衡表だと。それでね、一目均衡表がいいのがあったんで、表示がね。あんまり表示がね、濃いと見にくくなるんでね。実際のこの、チャートのね、この値が見にくいんですよ。まあそんなことがあってね、いいのが見つかったんで、一目均衡表ね。これをちょっと出して、新しく追加したこのインジケーターですね。これが、下が出て、次これ下が出るという時ですね。ここでだったら、ね、1分成功ですね。で、ここは出て、ここは出たところ。ね、これも1分成功ですね。これはまあ、ダメかな。これは出たところ、これも成功ですね。で、これが出てから、ここ。これは負けですね。これも勝ちだし。これは？これ全部勝ってね。こんなによく勝てるってことないからね。どうだこれ。そんなことないでしょ。偶然だよね。これも勝ち。目安としてはね、このシグナルが出て3分5分で投資するということですね。だけどもそれだけだと負けちゃうんで、判断でね、でこう長く続くのを見るんですね。こいつも勝ってるんだけどね、これ上でしょ、ね、上昇って、まあ、こんな具合にね、基本ですね。つうかここら辺で出てから、このシグナルはね、出てから判断することね。ですぐ落ちるか、ね、こういうの全部勝っちゃうんだね。みんな勝っちゃうね、これ3分でね。そんな時だね。ここは負けてるね。これも勝つかな。これですね、月曜日からの備えですね。一回ね、締め切りの6時になった時の変化を見たんだけど、これ6時までで終わっちゃってんだよね。6時59分で終わっちゃってるのかね。この結果わかんないんだけど、ここ上だったら確かに話したら勝つけども、
から落っこってきてるからね。1分前の変化っていうのはね、非常に大事でね。多分この1分締め切りで下だろうね。で、ここら辺で決まったんじゃないかな。